有吉さん、園山蒔絵に強火で炒められた塩谷俊の野郎がブログで地に落ちた好感度を上げようとしてやがります。食料困難、インフラの不整備、アフリカには問題が山積みです。今のアフリカには日本の知恵や仕組みが必要で、今の日本にはアフリカの人間愛が必要なんです。うるせえ、てめえのポコチン問題も解決できねえ結婚詐欺師が国際問題を語るな。アフリカ人の人間愛とお前の性欲は全く別物なんだよ。どうせアフリカの一夫多妻制を日本に輸入したいだけなんだろう。夢見てねえでペニスケース買ってこい。